こんにちは、高橋乱流投資塾です。本日の動画はお得なクレジットカードクレカ投資編であります。前回の動画ではいろいろなクレジットカードや証券会社で得られるポイント制度についてご紹介をしていきました。本日の動画では JQ セゾンゴールドカードといったクレジットカードをご紹介していきます。こちらの動画では100万円修行なしに年間1万ポイントをゲットすることができる裏技的な紹介となります。では早速中身を見ていきましょう。クレカ投資の全体像ですが、本日の動画はクレジットカードと証券会社の内容となります。ご覧の表は私が推奨しているクレカ投資の全体の表となっています。本日の動画では JQ セゾンカードゴールドについてご紹介をしていきます。こちらはダイワコネクト証券とセゾンポケットを利用します。投資上限は5万円で、還元率はそれぞれ 0.5% と 0.1% となっています。月間のポイントは合計で300円、年間になると3600円とさほど大きくありませんが、こちらの何といっても魅力なのは JQ セゾンゴールドの場合、100万円修行なしで1万ポイントをただ取りでゲットができるというものです。通常三井住友ゴールドナンバレスのカードのように100万円修行する場合はネットやお店で100万円を利用したら1万円をゲットできるという仕組みですが、こちらのルートでは100万円をお店で使わなくても1万ポイントがゲットできるというものがお得なルートとなっていますので、ぜひ中身を見ていってください。ではここからは JQ セゾンゴールドカードについて詳しいスペックを見ていきたいと思います。100万円修行なしで1万ポイントをゲットできるルートですが、まずは銀行口座を用意します。そして JQ セゾンゴールドカードを用意して銀行口座に紐付けを行います。その後ダイワコネクト証券とセゾンポケットの2つの証券会社を経由して投資信託を購入し、すぐに売却を行います。この売却代金はまた銀行口座に戻り、毎月このルートをぐるぐる回すようなイメージとなります。その際ダイワコネクト証券とセゾンポケットでは月5万円ずつ、合計月10万円を利用します。そうすると年間で120万円利用になりますので、 JQ セゾンゴールドの特典である年間100万円利用で1万ポイントもらえますので、こちらをゲットすることができます。ここの何と言っても強みは、街でお買い物をせずとも年間1万ポイントもらえるというのが非常に大きなメリットとなっております。続いて JQ セゾンゴールドカードの詳細なスペックを見ていきます。年間費は1万1000円となります。年50万円の利用で次年度より永年無料となります。ブランドについては JCB で作成するのがおすすめです。後ほどなぜ JCB がおすすめなのかご紹介していきたいと思います。基本還元率につきましては 0.5%、 そして年100万円利用で1万ポイントということで、合計基本還元率と合わせると 1.5% となっています。 JQ セゾンゴールドカードの特徴的なものとしては、 Amazon での利用でもプラス 1% できます。つまりこちらの 1.5% と 1% を足して合計 2.5% の還元率で Amazon を常時使えるということになります。他にも対象のコンビニやサブスクでプラス 2% の還元率を得ることができます。100万円修行につきましては、先ほど紹介しましたダイワコネクト証券とセゾンポケットで年間60万円ずつ、合計120万円を行います。注意点としては Amazon での利用は月10万円までがポイントアップの対象となっています。私の場合この年間費の初年度1万1000円が高いと感じますので、ヒラカードの JQ セゾンからインビテーションを経由して JQ セゾンゴールドカードを作成しようとしています。 JQ セゾンカードについては年間費については実質無料となっています。入会後1年間無料で、年1回以上のショッピングで翌年も無料となります。ブランドについては JCB で作りましょう。日本還元率は 0.5% となっています。現在私が行っているインビテーション修行ですが、ダイワコネクト証券のクレカ積み立てで年間60万円を積み立てています。あと Amazon のオートチャージで毎日15円ずつチャージされていくような設定を行っています。これら2つの設定で JQ セゾンのゴールドがインビテーションもらえるかどうかが今分かっていませんが、もし来たら動画内でお知らせしたいと思います。注意点があります。インビテーションについてはアプリのセゾンポータルに来ます。郵送では来ませんので注意が必要です。続いてインビテーションの注意事項となります。 JQ カードセゾンゴールドについては
ホームページから申し込むと、ビザかアメックスしか選ぶことができません。一方、JQ カードセゾンについては、ビザ、マスター、JCB、アメックスの4つから選ぶことができます。この時、インビテーションでは、JQ カードの JCB を作成しておいて、インビテーションが来たらゴールドに移行するという流れですと、JCB が発行が可能となっています。続いて、JQ セゾンゴールドカードの JCB ブランドをおすすめする理由です。それはご覧の表の通りなんですが、最近の高還元のクレカルートを作成するためには JCB が最も対応しているのが多いためです。 auPAY へのクレカチャージも JCB でできますし、バイオンやナナコへのクレカチャージもできます。そしてなんといってもファミペイへのクレカチャージが JCB しか対応していませんので、 JQ セゾンゴールドカードは JCB で作成しておいた方が幅広いバーチャルカードにチャージが可能です。一方、コストコでは利用が JCB ではできません。マスターカードオンリーとなりますが、どうしても JQ セゾンゴールドカードでコストコ利用したい方は、ご覧のような使い方があります。JQ セゾンゴールド JCB から au プリペイドのマスターカードにチャージすることができます。その後、コストコでこの au ペイプリペイドカードを利用してお買い物をすることができます。ここで注意点があります。au ペイプリペイドカードは月5枚までのチャージが可能となっています。あと AUP プリペイドカードは磁気ストライプ型ですので、少し決済の際恥ずかしいかもしれないです。では最後に、 JQ セゾンゴールドカードを使った Android 端末でも高還元のルートがありますので、こちらをご紹介していきます。街やネットでの利用で Android 端末でも6月までですと 7.5%、 7月以降ですと 3.5% の高還元率を得ることができます。ではルートについて概要をご紹介します。まずは本日ご紹介した JQ セゾンゴールドカードを利用します。ファミペイにチャージする際に 1.5% の還元率を得ることができます。その後、ファミペイからアナペイにチャージします。この時4の月の日で 4.5% の高還元のキャンペーンが現在実施中です。こちらは6月までとなっています。7月以降はキャンペーンではアナペイのチャージは利用できませんで、 0.5% の還元率となります。その後、トヨタウォレットへチャージすることでさらにプラスの 0.5。 最終的にはトヨタウォレットを街で利用するか、スイカにチャージし電車や街で利用するかといった利用の方法があります。こちらの方法ですと Android 端末で 7.5、 7月以降は 3.5% を実現できます。続いて詳細なクレジットカードのスペックを見ていきましょう。JQ セゾンゴールドカードは先ほどご紹介した通りです。基本還元率が 0.5% で、年間100万円利用で1万ポイントの 1%、合計 1.5% の還元率があります。そしてファミペイについてですが、こちらは年会費無料となっています。基本還元率は 0.5% でして、4のつく日については 4.5% のキャンペーンを実施しております。そして注意点が必要なのは、チャージの上限が月2万円までとなっています。またチャージできるクレジットカードは JCB のみとなっております。続いてアナペイですが、こちらも年会費無料となっています。基本還元率は 0.5% です。チャージの上限は月30万円できます。チャージできるクレカ、マスター、ビザ、JCB、Apple Pay と数多くのクレジットカードからチャージすることができます。そしてトヨタウォレットですが、こちらも年会費無料となっています。基本還元率は 1.0% となります。そしてチャージの条件ですが、カードの保有残高が5万円までとなっています。保有残高を使えば月30万円まではチャージすることができます。チャージできるクレカはマスターカードかビザカードとなっております。そして注意点があります。ここ最近アナペイからトヨタウォレットのチャージでエラーが発生するという事象が発生しています。一社が体現した解決策をご紹介します。まずは一つ目はプラスマークからチャージをする方法です。二つ目は Wi-Fi の再起動を行いまして、グローバル IP アドレスを再取得する方法です。三つ目は Wi-Fi をオフにし、SIM 通信で通信を行う方法です。もしエラーでお困りの方いらっしゃいましたら、これらの解決方法を利用してみてください。本日はご清聴ありがとうございました。以上となります。